佐藤美希楽です。よしよし、あしもよ、今日はよろしくお願いします。最近ですね、ちょっとお調子に乗りすぎておりませんか。ちょっと皆さん、ちょっと一回いいですか。こちらの画像をご覧ください。あのですね、トイレというのは分かってますよね。おトイレというのはそれは分かる。で、トイレが別に汚れていたわけでもない。どうしてなのかな、なんであそこにしちゃったの。ね、うんちっちを聞いてますか。困るんですよ。匂いもね、つきますし、掃除も大変なんですね。そういうのはやめていただきたい。最近ね、本当に調子に乗ってんですよ、この方。私、久々に昨日ね、東京に帰ってきたんですよ。そしたら、普通ね、普通の犬だったらよ、カーってなるじゃん。なるよね、なるよね。この人、2ヶ月ぶりに帰ってきた飼い主に対して。おー、来たの。マシボよ。いや、もうなんかどれぐらいかっていうと、もう本当になんか、あ、テントウムシ部屋に入ってきたなーぐらいの、そんぐらいの、びっくりしちゃった。もう傷ついた。あー、傷ついた。いつもだった、昔だったらよ、もう3日でも家開けようもんならもう嬉しょんよ。おしっこ垂らしてさ、喜んでたのに、もう垂らしもしないよ、一滴も。なんも垂らさない。よだれも。おしっこしろ。おしっこ。嬉しょんしなさい、嬉しょん。チーチーって。あ、そういう時はいいんだよ。そういう時は垂れていいの。本当に調子乗ってんですよ、最近。なんか、もう13歳だからっていう、なんかもうおじいちゃんなんだからいいでしょ、みたいな感じで、人間のご飯を食べようとする。それは良くないです。ここに手だけ出しといてもらえますか？ご飯中に来るのは、んにゃんにゃんにゃん。あとですね、トイレがね、未だに13歳なのに、体長いんですよ、この方、ダックスンドなんで。こんなに長いんですよ。だから、トイレをするときにね、自分がダックスフンドだよってことを頭に入れてほしいんです。お願いします。いつになったらトイレを覚えるのかな。ね、トイレに前足だけ入れておしっこするのはおかしいんじゃない。自分の体の長さはちゃんと計算しておしっこして、前足だけ入れて、あ、僕はもうトイレ入ったんだと思っておしっこしたらどうなるかな。勘弁してください。そろそろ覚えてもいい頃かなと思います。あと、お散歩歩いてください。全然歩きませんね、お散歩ね。まあ家出てよくて10歩。ね。いつもは3歩ぐらいしか歩けません。それもやめてもらっていいですか？足4本あるんだから。足4本もあったら歩けるでしょ？私2本でも歩いてるよ、ちゃんと。ちゃんと歩いてください。もう本当にもう寝ようとしてる。もう。そういうとこ。そんなこの彼でもね、お利口なところがあるんです。皆さんちょっと見ててください。ああ、欲しかろう、欲しかろう。ああ、欲しかろういぞ。くれてやれ。お前が偉いところをみんなに見せてやれ。お前が実はちゃんとできる犬だぞってところをね、ちょっと見せてやろう。できるってところを見せよう。ちょっと、一回まで、待てよ。待てよ。待て、待て、ちょっと。ちゃんと待てができるんですよ。ちょっと、待てよ。待て。待てよ。待て、待て、待て。待てよ、待て、待て、待て。待て